スター、今俺のこと見てた？恥ずかしがらなくてもいいって。俺見られるのは慣れてるからさ。でも次からはちゃんとホールって呼んでくれよ。俺はペリーのおっさんと一緒に黒船に乗って日本に渡ったクールなアメリカン、みんな大好きホールライフルさ。よろしくね。本当さ、アメリカから日本に行くって聞いた時はマジで乗り気じゃなかったんだよな。だって日本なんて地図の端っこに書かれてる小さな島国だろ。しかも鎖国とか言って引きこもってるような奴らだし、ビッグな俺には狭すぎる国だと思ってさ。実際俺らが到着した途端に日本中が大混乱、太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も眠れずなんて歌まで広まっちゃって。でも日本人ってのはものすごい好奇心旺盛な奴らだったんだよ。俺ってばインタビュー攻めにされるわ、絵のモデルを依頼されるわと大人気でさいやー、人気者って忙しいよね。でもその忙しさのおかげで俺は気づいたんだ、俺の持つスター性にね。俺が機銃士になったのも世界が俺を求めてたから。そうだろ子猫ちゃん。ああごめんごめん、ちょっと顔近すぎた。これ俺の悪い癖でさ、おしゃべりしてるとつい出ちゃうんだけど、俺仕事とプライベートは分けるタイプだから、そこは安心してね。さてと、機銃士になったからにはまず作戦で俺のスター性を見せてあげなきゃね。俺の戦う姿を見たら君も俺のファンになっちゃうかもよ。いやマスター、今日の作戦どうだった？俺はもちろん絶好調だったよ。絶対好奇にも目覚めちゃったしね。俺の有り余るスター性が早速発揮されたってところかな。あ、まあそれも当然だよ、俺は生まれながらのスターだもんね。君も俺のこと見ててくれた？戦場で活躍する俺のかっこよさに見とれちゃってたりして世界帝軍はマジで強くてヤバかったけど、俺はそんなことで焦るような男じゃないのさ。俺はいつだってスターだからね。誰よりも強くてクールで輝いているものだよ。どう？君が俺のファンになってくれたら俺ももっと好奇になれるんだけどな。俺がスターとして輝けば輝くほど俺の好奇さも磨かれるからね。アメリカにいた時から俺は早撃ちできて命中率も高い高機でクールなライフルだったけど、日本に渡ったことで俺のクールさがより一層引き立ったというかペリーのおっさんもなかなかいい仕事するよね。俺はこの調子でさらにスターとして輝いて高機さを磨き続けるよ。つまりどんどん強くなってさらに魅力的な機銃士になるってこと。うっかりモテすぎちゃったらどうしよっかな。日本に渡った時みたいに忙しくなっちゃうかも。でもさ、作戦で頑張るために遊びって必要だと思わない？たまに息抜きするくらいは許してほしいなマスター。大丈夫、その辺の街に行くくらいだから。あ、でも作戦ではちゃんと戦うよ。本当だって、俺の活躍もっと見せてあげるからさ俺の魅力で世界帝軍もレジスタンスに寝返っちゃうかもね。グッドモーニング。あ、じゃあやっぱ怒ってる？
作戦の後何も言わずにいなくなったのはさすがに悪かったって。作戦が終わってさあ基地に戻ろうってなった時にもうすっごく可愛い子を見つけちゃってさ。そうなったらもちろん声かけちゃうでしょ。それでそのついつい仲良くなりすぎちゃってそのまま。まあよくあることだよね。ああ君にそこまで心配かけちゃうとは思わなかったな。ほんとごめん。次から基地に帰らないときは君に事前報告するね。だから今回は許してよね。ダメ？許してくれる？本当に？やり、ありがとう。マスターってば優しいな。俺モテちゃうからさ、夜は宿舎にいないことも多いと思うけど、でも心配いらないよ。ちゃんと機銃手として活躍はするって。いやマジで、明日は訓練場にも顔出すしさ。だから君は安心して俺のこと応援しててよね。約束通り真面目に筋トレしてただろ。君との約束を俺が破るわけないじゃないかね、子猫ちゃん。おっとっと、またやっちゃった。ごめんね。あ、筋トレといえばさ、男の上腕二頭筋が好きって子多いよね。でもいくらトレーニングする俺がかっこいいからって俺に惚れちゃダメだよ。君と俺はあくまで仕事上の関係だからね。そのあたりは線引きしっかりしておかないと。ああ、そういえば今日はこないだ街で知り合った子とその子のお友達に誘われているので夜は基地にいませんっていうわけで事前に連絡しました。俺ってばできるアルティメットリア充だからさ、事前連絡も完璧だろ。あ、せっかくだからマスターも来る？みんなで朝まで騒ごうぜ。なんてね、さすがに冗談言ったろ。俺仕事と遊びは分けるタイプだからさ。実はちょっと悩んでる。それがさ、こないだ遊んだ子が意外と純情さんだったみたいなんだよ。俺が他の子とも遊んでるってことがバレて泣かれちゃったんだよね。あの子は俺のこと本気だったみたいだけど、俺は機銃士だから将来のことまで責任取れないし、そんなつもりじゃなかったんだ。一人の子と深い仲になったところで結局別れるしかないんだよね。相手を本気にさせちゃ悪いし、でも人肌恋しいのは我慢できないし、これがジレンマってやつかな。マスター的にはどう思う？遊びを控えてレジスタンス活動に力を入れる、ね、やっぱ君ならそうなるよな。ま、君の言う通り少し控えるか。レジスタンス活動に打ち込んで働く俺のかっこよさを磨くのも悪くないよね。それにガンガン働けばあれやこれやな衝動も発散されるかもしれないし。あれやこれって何かって？仕事仲間の君には
ないしょ。じゃあ早速と言いたいとこだけど、次の作戦参加までちょっと間があるんだよね。レジスタンスの仕事って作戦以外にも何かあるの？世界帝軍の見張りか。そんな地味なことやってたんだね。まあ作戦の役に立つってことならそれやってみようかな。俺には役不足かもだけどね。マサ、お疲れ様。もう見張り交代の時間？そっか、ありがとう。今のところ世界帝軍に変な動きはないよ。で、大丈夫？君、地下道なんか通ってきたせいでほっぺに泥がついてるよ。取ってあげるからじっとして。そう、そのまま。はい、取れた。はあ、それにしても見張りって思ってたよりすげえ大変だよな。ずーっとじっとしてなきゃいけないし、地味だし、気は張るし、可愛い子がいても声かけちゃいけないし、汚れるし。でも作戦を成功させるにはこういう地味なセッティングが大事なんだよな。俺が作戦で活躍できてたのはレジスタンスのみんなが見張りだとか物資の補給だとか地味な努力で俺を支えてくれてたおかげなんだ。情けない話だけど、自分で見張り役をやってみてようやく気づいたよ。マスターもそんな裏方の一人だよな。いつも俺たちを支えてくれて、傷ついたら治療してくれて本当にありがたいし尊敬するよ。次の作戦では支えてくれるみんなのためにももっともっとスターとして活躍しなきゃいけないな。聞いてくれよ。今日の作戦では戦闘に参加したんだけど、俺心中が強くなってたんだ。レジスタンスの裏方の仕事を知ってスターとして心構えってやつが変わったのかな。今までよりずっと輝けるようになった気がするんだよね。強くなっただけじゃなくて、なんだかすがすがしい気分だよ。レジスタンス活動に真面目に参加するようになって最近は街の子と遊ぶより充実してるよ。レジスタンス女子可愛いしね。俺の働きぶりを見てファンになってくれた子も大勢いてさ。ほらファンレターがこんなにたくさん。いやー、モテるやつってどこに行ってもモテちゃうんだよな。それにみんなからたくさん愛をもらえれば、一人の子と遊んでいたずらに泣かせちゃうこともないだろ。みんなから平等に愛された方が世界中から愛されてるって実感も湧くし、うんうん、最近の俺いい感じなんだよな。レジスタンス活動としっかり向き合って俺を応援してくれるみんなの働きを知れてよかったよ。それもこれもマスターのアドバイスがあったからだね。見張りなんて役不足だなんて言ってた自分が今ではちょっと恥ずかしいっていうか、マスターの言葉で目が覚めたって感じかな。これまでの俺も悪くなかったけど、君のおかげでもっとパーフェクトになったよ。だからありがとうマスター、本当に感謝してるんだ。
マスター、どうしたの？え？ああ、俺は買い出しから帰ってきたところだけど、あ、やっべ、ネイビーとペッパーどこに置いてきちゃったんだろう。市場までは3人一緒にいたんだけど、市場の手前で素敵なマダムに声かけられちゃってさ、ちょっとだけおしゃべりしてたらいつの間にか2人とはぐれちゃったんだな。はぐれたってことも君に指摘されるまで忘れてたけど、いやどうしよっかな。あ、そのマダムにお菓子もらったんだよね。君も食べる？え、なになに？俺のほっぺに、やべ、口紅ついてる。どう？これで取れた？いや、まずいとこ見られちゃったな。いやいや、ネイビーとペッパーは大丈夫だって。あいつら俺よりしっかりしてるからさ。ま、噂をすれば。いや、ネイビーにペッパー、おかえり。あ、ごめんごめん。なんかはぐれちゃったみたいだね。いや、ほんとうっかり。それにしてもネイビーもペッパーもお使いちゃんとできて偉いな。お菓子食べるか？あ、二人にお菓子やったらマスターの分がなくなっちゃった。君はお菓子の代わりに俺のこと食べる？なんてね。いや、あのさ、マスター、俺のファンの子がレジスタンスのやつに文句言ったみたいでごめんね。俺が見張り中にマンホールから顔を出したとこファンの子に見られちゃって、そしたらその子が他のレジスタンスに突っかかったらしいんだよね。スターのホール様に汚れるような仕事させないでってさ。まあ言ったよ、あの子には俺からちゃんと説明しておいたから。俺のスターとしての輝きはこういう地味な積み重ねに支えられてるんだよってね。あの子もちゃんと分かってくれたと思う。根はいい子なんだ。そういえば日本に渡ってすぐの時も俺のことで銃の研究者が喧嘩してたっけ。いやー、俺ってば罪な銃だな。それにしても日本懐かしいな。日本で初めて侍を見た時はテンション上がったよ。寿司も天ぷらも美味しいし、ワンダフルだよね日本。この基地にも日本出身の銃が結構いるだろ。あいつらと日本トークしたいよ。特に家康ってやつ、日本の超有名な侍将軍の銃なんだろ。わびさびって感じでいいよな。金閣寺とかかっこいいと思ってたんだよ。今度話しかけてみよっかな。日本トーク楽しみだよ。マスターいる？あ、あちゃー、薬の瓶割っちゃったんだ。あ、待って待って、俺が片付けるから。って遅かったか。指ちょっと切っちゃったね。見せて。そんなに深い傷じゃないな。安心したよ。ここが衛生室でよかった。すぐに手当てしちゃおう。確かに君はメディック、手当てのプロだけど、怪我した方利き手だろ。俺がやってあげるよね。うん、素直でよろしい。消毒液はっと、あったあった。それじゃあ痛かったらすぐに行ってね。ねえマスター、いつも俺たちのことを治療してくれてありがとう。ごめん、
君の手を見てたらちょっとしんみりしちゃった。消毒液ちょっとしみるかな。じっとしてて。いい子だね。ああごめん、また俺の癖でドキッとしちゃった。俺さ、恋と仕事は分けるタイプなのに、君とおしゃべりするといつも悪い癖が出ちゃうんだよね。街の子たちとおしゃべりしてる時とは違うっていうか、君は特別で変な感じ。俺いきなり真面目に働きすぎて変になっちゃったのかな。本当参ったよ。でもそれも仕方ないと思わない？ただでさえ魅力的な君が俺のことを本気で考えてくれるんだよ。そんなのずるいでしょ。俺だって本気になっちゃうよ。でもやっぱりこれ以上はダメだ。君は魅力的だけど、だからって簡単に手は出せないよ。本当に大切な俺の仲間なんだから。だからお願い、俺のことを本気にさせないで。